どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ウィースポーツリゾートのチャンバラで居合斬りの達人になりたい第10回となっております。チャンバラ居合斬り、落ちてくるものをどちらが先に矢印の通りに切れるかを競う、とっさの判断が勝負の分かれ目でござるとなっております。一人で行きます。はい、確認してください、確認してください。 OK、 今日は早かった。決定。えい、エビ。はい、今日のお相手は熟練度628のステフさんですね。構えて、さあ勝とう。はじめ、ろうそく。これ横だった気がします。縦だった、ごめんなさい、間違った。鉛筆、これ縦じゃない。 OK、 覚えてる。松ぼっくりはよ、斜めだ。オッケー。巻物。あー、負けた。メロン。よし、これは勝ったと思った。パン。オッケー。あらら、ダイヤモンド。よし、取ったと思ったね。花瓶。横、うー、ふすま。貯めるね、貯めるね。よし、これは勝ったな。オレンジ。うー、この方向は不得意です。よし、さあさあさあ、もうちょっと貯める、貯める。よっしゃ、あらら、くそ、敵も去るもの。時計。よし、ケーク。よっしゃ、うー、くそ、あと2個、あと2個。スイカ。どうだ、どう。おー、ギリギリ。巻き。よし、よしよし、リーチ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 、マッチポイントか。ろうそく。ま、よし、勝負あり。勝ちました。はい、熟練度の方が60上がりまして680となりました。じゃあ、これからもあのマットを、マットに会うこと、マットと戦うことを目指して頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe、 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得れる広告収益は任天堂と分け合われます。